女神輿に参加します。頑張れ頑張れ、ああさすが慣れてるね。タタタンタタタンタタタンタンって言いましたら、とにかく笑顔頑張りましょう。はい、めっちゃ感動。福岡県生まれなんですけど、高校生の時と大学生の時に2回女神輿には参加しています。で、15年ぶり3度目の参加です。女だけが参加できる神輿ということで、日本でもかなり珍しいイベントになっているので、この動画でぜひ福岡の女の力強さを感じてください。それではヘアセットしてもらいます。髪型はどうしますか？お団子か夜会なんですけど。違い？夜会で。夜会、じゃあ夜会で、はい、初めてや、夜会盛り憧れてた。それが CA さんとかと思います。あ、そうですね、ハチマキ巻いた CA さんですね。すごいな。あんなのが飛行機行ったら嫌じゃない？フィッシュアビーフ。高校の同級生です。やけん一緒やね、15年ぶりぐらいとかね。そうよ、お世代がなんか近い気がする。すごいね、かっこよくない？めっちゃかっこいいよね。ナノちゃん会えるの楽しみやね。ね、めっちゃ楽しみ。はい、ありがとうございます。来ました。あ、いいね、なんか流れができてる筋みたいに。さあ、ヘアメイクが終わりまして、今中洲でスタンバイしております。高校の同級生のエマです。二人とも神輿何年ぶり？15年ぶり。15年ぶりよ。高校の時と大学1年生の時に参加したぶりやけ。そうよ、そうよ。やばい、なんか緊張する。15年ぶりの参加で、なんかプチ同窓会みたいになってますけど、まあ、軽くじゃあなんで今年15年ぶりに参加しようと思ったのか教えてください。もうとにかくゆか子に会いたかったから。本当にゆか子に会いたくて、うん、今日はちょっと15年ぶりに参加しようと思うんですよ。で、15年前に一緒に参加した同級生のなのちゃんがいつの間にかこの中洲女神輿のリーダーになっとって、この後なのちゃんとも再会するんだけど、まあ、ちょっとリーダーにもね、中洲女神輿のアピールをしてもらおうかなと思ってます。今回の動画は、まあ、地元福岡を盛り上げるために女神輿を通して福岡の女の力強さをね、動画でお伝えできればなと思っておりますので、最後までお楽しみに。お楽しみに。ちょっと、みんなヘアメできましたね。準備できました。それでは集合場所に行きましょう。母です。母です。何年目？18年やってますかね。18年連続、はい、そもそもその中洲女神輿の起源について軽く説明したいと思うんですけど、博多といえば博多祇園山笠、これが男性のみの神輿イベントとして夏の風物詩なんですけど、女性でも参加できる神輿をということで36年前ぐらいにスタートしたのがこの中洲女神輿です。奉納神輿なので、中洲に国広神社っていうのがありますので、それの奉納神輿になってます。商売繁盛ですね。商売繁盛起源して、だから中洲で働いてる女性がメインとなって盛り上げているイベントで、もう36年目と。今はもう中洲の、あのお姉さま方よりも一般の方の参加の方が多いですね。福岡県民じゃなくても参加できるね、オープンになってきているので、もしこの動画をきっかけに参加したいと思った方は来年ぜひ参加してみてほしいです。はい、参加費1000円で参加できます。参加費1000円、安い。衣装も貸してくれるので、皆さんどうぞお越しください。皆さんに説明しますと、今年とても大事なんです。女神輿、コロナ禍2年間女神輿開催できなかったと。で、去年コロナ以降初開催したんだけど、やっぱり参加者不足により神輿が1機しか出せなかったのね。今年はようやく全ての制限がない状態で神輿ができるということで、だからようやくコロナ後の初、まあ、盛大に盛り上がるような中洲祭りになるということで、今年は結構大事な女神輿になってるので、はい、待ちに待った女神輿ですね。みんなで盛り上がります。そんなこともあって、私は今回 PR 担当として動画頑張ります。控室のゲイツビル、ここが中洲ど真ん中かな、中洲川端、あそこが博多座だ。ここで
します。あ、なのちゃんいた。お邪魔します。お願いします。すごい熱気でございます。気合十分？気合十分です。楽しみ。なんかちょっと緊張してきたけど。はい、はい、通訳。あ、ゆかこちゃんだよ。今日皆さんは三丁目として参加していただきます、はい、で、ここにいらっしゃる男性の方とか私とか、なんか困りごとがあったら声かけてください。左2本は右肩で担ぎます。で、右2本は左肩で担ぎます。前から背が高い人から順に。なるほど。こう自分、まあ、背っていうより肩の高さを合わせて、この方の方が高いね、じゃあ私は後ろっていう風に、そうなったら後ろっていう肩の高さで合わせると思う。はい、タタタンタタタンタタタンタンって言いましたら、ソイヤーで合わせて、ソイヤーソイヤーで足踏みするけど、前の人の足に合わせる。右左右左を前の人の足見て合わせる。とにかく笑顔、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。みこしなので、帯は着物と違って腰、男帯で腰の下の方に巻きます。6時にはここでます。はい、はい、こんな感じでかなり下の方ね、男帯です。あれあれ、あー、ありがとう。なのリーダー、リーダーなんでしょう。サブリーダー、すごいね。私も私も、はいはい、綺麗になってる。綺麗なの前髪の。あー、さすが慣れてるね。慣れてるね。いや、復帰嬉しい。15年ぶりの親子共演。いや、嬉しい。ちょっと写真撮ってもらトロトロ。もうちょっと、少し閉まってる。あ、閉まった、閉まった。そういや、最初スタートどこやったっけ。国広神社ね、OK。 よっしゃ、準備完了。今から中洲国広神社に向かいます。で、そこでまず神儀を行って、その後、みこしがスタートします。みこし今年一期でした。参加してるんです。100人、すごい。明日が2期なんだ。今日は初日なんで1期で100人ぐらい。みこし触ってくれたのしずえちゃん。しずえさん、そうです。しずえさん覚えてる？うち初めて参加した時もしずえさんいた気がする。覚えてる。でも最初会ったのは小学生。そうなんですか。今日はしずえさんの合図にね、ちゃんと聞いてみこしの上に乗らなきゃいけないから。そうです。今日はしずえさんが集合です。はい、集合って言ったら、はい、そうやーって言って集まんなきゃいけないの。神事が取り行われます。神事が取り行われることになります。この場所から出発していきます。お酒をいただきましょう。ありがとうございます。頂戴します。でもとりあえず服のバランスやったら、前ならもういうところが怪しい。結構重たいからね。でこれに 1,2,3,4,6 人乗るから、人がかなり重い。女性だけで持ち上げるには結構な重さです。15年ぶりのみこしはついにもうあと間もなく始まるけど、いや本当楽しみ。上に乗るのがちょっと緊張するよね。、うん、ちょっとバランスがね。でバランスをね、体感をね。神事が終わったらもう肩抜きしていい。あー、なるほど。こんな感じでね、肩抱いてもかっこいいでしょ。母はみんなの着付けがお忙し、着付けお忙しの母です。よろしくお願いします。お願いします。三丁目リーダーまゆらです。よろしくお願いします。お願いします。みこしの担ぎ方デモンストレーション。固いよって言ったらかがんでください。まだ担がないの。いい、はい、ゆっくり上げます。そりゃここの
時点でまだ足は動かしちゃダメです。いいですか、出発します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、おいらんの皆さんに大きな拍手をお送りください。
けん、雨降ったけん、人がけん、人がけん、やりやすい。足元がやりやすくなっておりますので、ゆっくり、下の方もご移動いただきながら。あと10分ぐらい。あ、じゃあもらっとく、うん、ありがとう。一瞬だけやったね、雨ね。あんな一瞬だけ雨降ると思えば。もうあれ以上乗ってたら喉がもうやばかったよね、喉ね。後半声出なかった。あ、何人かね、視聴者来とった。あ、クロアチアの動画見ましたって。すげえ。来週クロアチア行きます。何人か来とった。すごいね。10分で帰るならもう会えるかもしれないけん。 ありがとうございました。ほなゆっくりと。久しぶりにみこし参加してちょっと感動して泣きそう。泣きそうになっちゃった。やっぱ福岡の女は力強い。場合皆さん来年ぜひ長洲女みこし参加してください。見に来てください。応援に来てください。それではありがとうございました。さあ後半もう一踏ん張り、ね、頑張ろう。結構1時間ぐらいしたじゃん。1時間ぐらいやっとうね多分。ちょっとさ泣きそうになったのうちだけ。なんで？え、なんか感動してる。わかる。え、わかる。めっちゃわかる。さみんなで博多中洲盛り上げとみたいな感じでさ。しかもさお店をこう回ってお店の商売繁盛をこう祈願して回るのが目的なんよね。めっちゃみんなさ応援してる。一生懸命そうやすいやとかめっちゃ感動。わかるわかる。あったかくなる。心があったかくなるわ。お祭りね。お祭りっていいね。本当思った。本当いいね。声が出なくなってきてる。やばい。それぐらいもうね、声が本当にね、もう明日多分声出ない。ちょっとセーブしよう、喉マジで。本当に喉、本当に喉潰すんよ。あ、そう。本当にやばい。やばいやばい。いけるいける、男いける。もし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 すごいすごいすごい。すごいやばい。おいさんおいさんおいさんやっぱ男性いないと無理やね。成り立たないね。男性の支え合ってこその女みこしやね。本当にね。すごいね。早いね。めっちゃかっこいいね。おろしますよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ラストラス ラストナノちゃんって言ってください。せーの、ナノちゃん。ナノちゃん、いい笑顔。ナノちゃん、ナノちゃん、
様。はい、ゆっくり下ろします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。濡れてるんでしっかり温めて、ゆっくり休んで温めてください。であの飲酒運転は絶対しないようにお願いします。もう酒を飲まないようにお願いいたします。じゃあ手を入れて終わりましょうか。寒いんでね。じゃあ今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。よっ、ありがとうございました。ねえ、いくらかお酒全然飲まん。なんかおしゃれじゃない。皆さん行っていて、はい、行って行って行って入っていて、場所取ります。ご飯食べます。おしゃれ。こちらから入られてください。おー、ビニール危ない。大学の大学の飲み会みたいな。奥に行く、奥に行く、奥行こう。じゃあ奥行こう。お疲れ様です。お疲れ様です。お腹すいた。どうだった。素晴らしい。うちも感動した。初めてのみこし体験ね。怖かった。怖かった。乗った上に。あ、乗ってたね。撮った撮った。後でビデオあげる。ありがとう、ななちゃん。お疲れ。こういうのが美味しい今。最高。お疲れ様でした。ありがとうございます。よーよっ、ありがとうございました。お疲れ様で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 した。いや、本当に復活したみこしだったんですけど、まだまだ人増やしたいですよね。はい。来年も来るようにメッセージお願いします。待ってまーす。これあの誰が参加できるかを言ってください。あ、女性だったら誰でも。はい、福岡じゃなくても中洲じゃなくても誰でもです。どうぞ。参加したい時はどうしたらいいですか。 SNS から言ってください。え、ここに、ここに中洲の、ここに載せとくので、はい、参加したい方はここに連絡ください、はい、女性であれば福岡に住んでなくても全然大丈夫です。私も毎年福岡にみこしのために帰ってくるので一緒に参加しましょう。イエーイ。はーい、姉子たちが